レミングは、哺乳虎ネズミメキヌゲネズミカハタネズミアカレミング属の動物の総称。和名は、タビネズミ。北極及び北極近辺のツンドラ生物群系に生息する。レミングは、体長7から15センチメートル、体重30から112グラムほどの大きさで、長くて柔らかい毛と非常に短い尾を持つ。装飾で、草や苔、小枝などを食べる。 他のネズミ目の動物と同様、紋士が永久に伸び続ける。食欲は旺盛で、毎日体重の約1.5倍ほどの餌を食べる。厳しい冬を通して、冬眠はせず、雪に穴を掘って、巣を作り、雪の下にある餌やあらかじめ蓄えておいた草を食べて、過ごす。オスメスともに縄張りを持ち、繁殖のための短い期間を除けば単独で行動する。 レミングは3から4年周期で個体数が急激に増減することが知られている。大増殖の原因についてはよくわかっていないが、その後の激減については餌の不足や天敵による捕食が原因であると考えられている。個体数が大増加すると集団移住を始めると考えられている。集団移住についてもどういうきっかけで始めるかなど不明な点が多い。 天敵は、北極ギツネ、白ウ、お古女など。英名のレミングはノルウェー語やデンマーク語に由来し、その語源は、コノルド語での名称ロームンディルである。日本では、英名由来のレミングのほか、集団で大移動する習性から、旅ネズミの別名でも呼ばれる。明治期の博物学教本、友氏博物学の中で、レミングに、ンネズミという漢字が当てられている。 レミングは、かなり長い間、集団自殺をすると考えられていた。スカンディナビアでは、集団で海に飛び込むという伝説が古くから知られ、また16世紀頃までは、雲の中から自然発生するとも考えられており、1555年のスウェーデンの文献に、雲から生まれることを示唆する基本画が描かれている。集団自殺をするとする説は近年まで信じられており、 現在でも誤解している人々は多い。実際には、集団移住を行っている際に一部の個体が海に落ちて溺れ死ぬことはあるが、これは自殺ではなく事故であり、すべての個体が海で溺れ死ぬことはない。また、レミングは、泳ぎがうまく、集団移住の際に川を渡ることはよくある。このような誤解が生まれた原因としては、以下のことが考えられている。 この誤解が広まった一因として、1958年のウォルトディズニーによるドキュメンタリー映画、白い荒野が挙げられる。このドキュメンタリーでは、レミングが崖から落ちるシーンや、溺れシーンだ、大量のレミングのシーンがあるが、カナダ放送協会のプロデューサー、 ブライアン・バレの1983年の調査によって意図的に崖と追い詰め海へと飛び込ませたという事実が明らかになった。この他、1991年のパズルゲーム、レミングスのヒットも一因であると言われている。なお、繁殖力が著しく高い他の昆虫類や群集性魚類においても大発生と減少を繰り返す習性がある。レミング、 ニュー・オックスフォード・アメリカン・ディクショナリー、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス・ハット・ハーパー、ダグラス・レミング。オンライン・エチモロジー・ディクショナリー。2021年8月18日、閲覧。カビネズミの解説。デジタル大事選。2021年8月18日、閲覧。グードリッチ、菅和健久仕分け、月春井友人博物学五巻 田中義雄お公文部省、1876年、47ページ。NDLJP、83がま2262。ABC レミングの、集団自殺神話レミングスーサイドミス。ハットチャプター3から14集団選択の、理論レミングは本当に、集団自殺するのかホワイトウィルダネス、レミングスーサイド、ハットレミングスーサイドミス。 アラスカデパートメントオブフィッシュゲーム。ありがとうございます。